ブライトンのロベルト・デゼルビ監督が同クラブで活躍する日本代表ミッドフィルダー三苫カオルに対して上気を逸していると称賛した。現在26歳の三苫は昨シーズンに加入して以来、プレミアリーグで最も魅惑的なウィンガーの一人として確固たる地位を築くことに。昨季は41試合に出場し、10ゴール8アシストを記録してクラブの6位フィニッシュに大きく貢献した。 二年目となった今季もここまでトップチームで13試合に出場。1085分間で3ゴール4アシストを記録するなど、難しいとされる二年目のシーズンでも確かな結果を残し続けている。遺跡情報に精通する専門ジャーナリストであるファブリツ・ヨロマーノ氏によれば、試合前の記者会見でミトマについてこんな言葉を残したようだ。ミトマにはもう言葉がないね。彼は本当に過小評価されている。 僕を信じてほしいのだが、本当に過小評価されているんだ。サッカー界はミトマの価値を理解していない。彼は僕だけでなく、どんな監督にとっても素晴らしい選手になれる。彼は上記を逸している最近、ミトマの獲得を狙うチームが増えているという報道がある中、誰よりもデゼルビ監督はミトマの価値を理解しているようだ。連戦が続くブライトン。